その望みを拒む壁の巨人がこの島の外にある全ての地表を踏み鳴らす。そこにある命をこの世から駆逐するまで。やかましい！鬱陶しいぞこのアーマー。この程度のことじゃまだ釈放されるかもしれない。悪霊の恐ろしさを見せてやる。やかましい！俺は女が騒ぐとムカつくんだ！うせろ！精神エネルギーが具現化したものだな。ジョセフ・ジョースターも持っている。築き上げた屍の山の上に私は立っている。歴史書というのは客観的であるべきで、食い尽くされたと思われると表記するのが正しいはずだ。そんなもの言葉の上げ足取りじゃないか。違う、主観的な意図があるんだ。いや違う、あの兵士たちに意味を与えるのは我々だ。我々はここで死に、兵士を怒れ、兵士を叫べ、兵士を戦え。ミストレス、もう泣くな。ひなほほのことは想定外だったが、俺たちには未来が残されているだろう。道は最初からあったじゃないか。俺たちがこの国で最も知的な欲求を刺激された天国、そう、俺たちの楽園。色町には綺麗なお姉さんがいますか？ああ、いるぞ。色町ならお姉さんといいことできますか？できるぞ。一生ついていくさ。俺についてこい。シンドバッド様、嫌だわ、こんなはしたない姿を。おや、やめてしまうのですか？魔装の手合わせなら私も役に立てるかと思ったんですが。残念だが、シンドリアは今皇帝国と直接争う気もその余力もない。分かった、前向きに考えよう。